まもなく福岡空港に到着するんですが、これで今年の出張も終わり、本日は2019年12月30日です。もうあと出る飛行機は私の乗る21時25分発、これがね福岡東京間のね最終便なんですよ。今まで乗ったことはないけど、やっぱり福岡と東京っていうのは行き来することが本当に多いところ、すごい、もう札幌か福岡ですね、私がよく飛行機に乗るのはね、その区間ですんで、最終便の時間は私でも覚えています。でこれ全日空なんですが、この間、全日空の、ダイヤモンド会員修行もやるということを言いましたけれど、まあ、昨日ですね、用事で秋田に行きまして、また本日用事で、福岡に日帰りで、まあ、出張してきましたので、これでですね、プレミアムポイントもぴったりたまり、まあ、そんな修行という修行を結局やらずに済みましたね。沖縄に、3往復するっていうのを1回ネタでやりましたが、まあ、それだけで済んで、なんだかこう今年はいっぱい全日空ばっか使ったなと思ったんですけど、一方で JAL のプレミアムポイントも検査、フライオンポイントか見てみたんですが、 JAL はですね今年1万6000しかポイント貯まってなかった。ちょっとこうスターアライアンス悲喜になりましたね。まあ、それはニューヨークにシンガポール航空で、世界最長便を往復搭乗したからっていうのが大きいと思いますが、今日の朝一の便で福岡空港に来たんですけど、夜の最終便で福岡空港から帰るということは決まってましたんで、もう最終よりも早く帰ることは絶対になかったんで、先にですね私の荷物、まあ、いつも飛行機に持ち込んでしまうんですが、それをもう先に、機内に、受託手荷物として預けるということをしました。まあ、コインロッカー代わりですよね。朝の8時半に夜の9時半の飛行機の、手荷物を預けるということはねできたんですね。だから、手荷物なしフリーですが、帰りパソコン作業しようと思ったらそれもね預けちゃいました。あ、残念、仕事ができません。で今度からですね、全日空の、ダイヤモンド会員に、まあ、もうなると、今日の行きの飛行機で、もうすでにポイントはたまりまして、帰りはですね全日空 の、 マイルでもってお金を払わずに乗って帰るということになってますんで、まあ、全日空 の、 待遇には2種類あって、上級会員でも、普通のプラチナという人は、もしくはスーパーフライヤーという人は ANA ラウンジしか使うことはできませんが、まあ、次回からは、ANA スイートラウンジに、まあ、格上げになるということですね。まあ、要するにスイートラウンジと、まあ、こっちも使えるのかな、まあ、今後も使えるのかもしれないですけど、まあ、しかし今後1年間はダイヤモンドでスイートラウンジを使うようになると、まあ、この ANA ラウンジというものを使う機会も非常に少なくなるのかなと思います。やっぱ修行路線しか乗らないですからね、飛行機ね。で、まあ、ここが ANA ラウンジなんですけどね、 ANA ラウンジの国内線のやつは、プレミアムクラスを利用した客か、プラチナメンバー、もしくはブロンズメンバーがなんか金かなんか払うと利用できるんですけども、そういうところに来てるんですが、まあ、要するに待合室ですよね。私あとさっき30分しかないみたいなこと言いましたけど、なんかね結構空港が近くて思ったより早く来ることができまして、まあ、急いで来ましたんでね、まだまだ時間があるから、いやラウンジで国内線で飛行機の出発をゆっくり待つなんていつ以来かな、こんなことしたの。いつも飛行機にギリギリに来るからね、上級会員とかなってもラウンジ使わないんであんま意味ないんですよね。なんなら優先搭乗っていう特典もあるんですけど、乗るのがギリギリすぎて優先搭乗もう終わってるんですよ、私が行くときには。だからそれもまた意味がないんですけど、まあ、いつもは混雑している全日空ラウンジですが、もうこのね最終便しかなくて、しかも年末、ね、帰省シーズン、福岡から東京に帰省する人ってそんなにはいないと思いますんで、もうガラガラなんですよね。私のね、リクエスト、座席も変えてくださいって言って、受付の方に頼んだんですけど、前にも後ろにも、隣にも人がいないところありますかって、あるって、そこに、ね、変えてもらいました。全日空は最近各地のラウンジをリニューアルしてるみたいで、こんな風によくわからないものが置いたんですが、教養がないから見てもわからんな。那覇はまだわかりましたけどね、なんか書いてある、イメージカラーである青をコンセプトに美しい工芸品、あ、博多人形ね、聞いたことある、あ、唐津焼、有田焼、あ、これは知らないと、ちょっと、あ、旅行系 YouTuber として恥ずかしいですね。正直こんな待合所だろうと思って、ね、今まで国内線のラウンジを真面目に利用したことなんかなかったですが、在海九州、そんなあるんですね、そんな雑誌。時刻表も置いてあるわ、これは私には助かりますけどね。空港のラウンジってね、私そういう感覚持ったことないんですけど、憧れの空間みたいな、そういうイメージ持たれることがあるらしいんですね。でも国内線に関しては少なくともそうではないと思うんですよ。こういうファミレスのドリンクバーとか見て憧れます？あったら便利です、すごい助かるから、このサービスを継続してほしいとはとても思いますけどね。食べ物もおつまみぐらいでね、もうちょっとしっかりした食事は国際線にならないとないんですよ。まあ、国際線のラウンジの食事は美味しいと思います、すごくいいと思います。
でもね、まあ、なんかラウンジなんか意味ないみたいな論調で進んでますけど、すごい助かるってことがたまにあるんですよ。例えば JAL の A350 が新しくデビューするっていう時にね、早めに福岡空港に来てラウンジからこういう風に写真撮ったんですけど、それ上級会員じゃなきゃそういうのできませんからね。もしくはファーストクラスの切符買うかで、あとこれ、まあ、飲み物ですけど、私アルコール嫌いなんで飲まないからあんまりラウンジを使うメリットもないんですが、お酒好きな方にはいいと思います。お酒結構いろいろ飲めますからね。まあ、角ハイボールとかそういうやつが多いのかな。角ハイボールがどの程度高級なのかは私は知りませんけど、まあ価値のある飲み物でしょ、多分水とかよりは。めっちゃまずい青汁だった。健康になった気分がします。まあ、青汁に対してまずいっていうのは別に罵りに入らないですよね。大丈夫ですよね。なんか飲み終わった食器とか別に片付けなきゃいけないってことはね、多分ないと思うんですよ。片付けないで帰る人がいるし、なんか片付けてくださいとか特に書いてないんでね、航空会社の方も当然のように自分たちでこう置きっぱなしのやつを持ってってくれるんですが、まあ、しかし返却代もあるんで返した方が望ましいと思いますよ。じゃあまだ飛行機の出発まで20分あるんですけど、20分つったらいつも保安検査場通過してる時ですね。保安検査場通過するの私も超時間ギリギリにならないとしないんですが、まあ暇なんで優先搭乗でもしますか。ガラガラだからする意味もないんだけどね、そんなこと。だからね、あそこの受付のお姉さん今いなくなりましたけど、私の姿がほぼ見えなくなるまでね、ずっとなんかこっちを見てありがとうございましたって挨拶してくれました。そういうところなんかこうすごいいろいろありますね。あとラウンジのね、香りってのがあるんですよ。独特の香り、ゼニックのオリジナルだそうですが、ちなみに JAL の話なんですけど、 JAL も桜ラウンジとダイヤモンドプレミアラウンジってのがあって、 JAL を利用するときは私は JAL グローバルクラブおよび明日までは、JAL の、サファイア会員ということでこれ使うことができます。で、まあ明後日以降もずっとですね、要するに来年になっても JAL グローバルクラブに加入してるんで桜ラウンジを使います。で、ダイヤモンドプレミアラウンジってのはJAL のダイヤモンド会員になるか、もしくは JAL グローバルクラブプレミアっていうのが似たようなですね、ダイヤモンド的なやつになるか、もしくは JAL のファーストクラスを利用するかなんですけど、まあ、JAL のファーストクラスって8000円払えば利用できちゃいますんで、そんなにハードル高くないんですよね。それに対して、ね、全日空のダイヤモンドラウンジっていうのはJAL のファーストクラスみたいにちょっと金払えば利用できるみたいなもんじゃなくて、国内線の場合はもうダイヤモンドにならないと利用できないんで、まあ聖域みたいな性質は強いのかと思いますけどね。ちなみに国際線はどっちも利用するのが簡単でして、まあ、簡単かどうか知りませんが、金さえ払えば利用できると、ファーストクラスに乗るだけで利用できるんですが、全日空は国内線にファーストクラスに相当するものがないんですね。全日空ではプレミアムクラスはビジネスクラス相当と扱われているようで、ダイヤモンド会員の方がプレミアムクラスの利用者よりも優遇されることが結構多くあるようです。今年最後だし、お土産でも買ってっかも、んなもんいつも買いませんけどね。博多通りもいっぱいありますよ。モンドセレクションなんてあんなどうでもいい賞もらっちゃって、この金払えば手に入れられる賞なんてね、こんなんくっつけても分かる人からしたら位が下がるだけですから、こんなもんに頼らなくても美味しいものは美味しいと言った方がいいと思うんですけど。はい、すいません。本当に全然乗ってない、ゴロゴロですね。飛行機に乗るとき、搭乗券もしくはまあそれに類するものを出して改札機にタッチするとピッと音がしてゲートが開くんですが、上級会員が改札を通るときはボワーンと音がしたりね、なんかパーンとかこういう音がしたりとか音が変わるんですよね。でこれは優先搭乗とか搭乗の順番があるので、その順番を上回って早く搭乗できる人の対象者であるということを音で示せるようにと、そういうね、こう確認をするということになっている、まあ、そういう説明が一般的にされているらしいんですけども、他に上級会員の虚栄心を満たすための役割もあるんじゃないかなと私は思うんですよね。上級会員ステータス、そういうのって人に自慢したくなる性質のもんだと思うんですよ。それをみんながたくさん利用している空港の、まあ、人々のですね、優先搭乗の時間でまだ待っている上級会員ではない普通席の利用客を前にふわーんとか音を立ててね、私上級会員ですとでかい音を立てて自動改札を通過していくのに快感を覚える人って結構いるんじゃないかなと思いますよ。まあなんか SFC 程度で偉がんなよって、なんかそういう人には言ってやりたい。まあそういう人にはね、じゃあダイヤモンドなら偉いのかってそういうわけでもないんで、それもまたね気をつけなければいけません。客室乗務員はただいまから安全業務を行います。航空法で禁止されています。この飛行機も含めてちっちゃい飛行機がなんか随分連なってますよ。夜の遅い時間、最終便の出発ラッシュって感じですかね。
私東京大阪間の移動が非常に多いし、大阪より西に行くことが頻繁にあって、なんか東京よりも大阪に住んでる方が、あの遠方へ行くときには日本の中央にいた方が便利なんじゃないかなって思うことがあってね、大学卒業したら大阪に引っ越そうかなとか一瞬考えたんですけど、まあやめましたね。あのやっぱ羽田便が最終便がね、あの出てる行き先は基本的に大阪ではなく東京なんで、物理的にどうとかそういう話じゃなくて、もう機能として日本の中央は東京なんですよね。まあ、上級会員になるぐらいだとこれも何回も見るわけですけど、この案内の安全ビデオもね、これねいつもちゃんと見なきゃいけないということになってるんで、まあ、見てるんですが、あの英語の練習だと思ってね、日本語を聞いたときその場で英語に翻訳するということを頭の中でやってます。確か Fasten the buckle and tighten the straps。 これが英語の勉強にもなりますね。あの安全確認にもなるということで、まあ私なりに編み出した答えなんですけどね。ご質問がございましたら客室乗務員にお尋ねください。ちょっと福岡空港は忙しすぎますからね。今1個行きましたけど、もう次が来てるんで、おかしいよな。離発着が多いのもしゃあなしと思うんですが、しかしちょっと滑走路が1個っての足りてないですよね。またもう次が来てるから、のいつ自分の順番が来るやらと思ったら、さっきのやつがもう着陸したかしてないか、まだ多分ね逆噴射してる段階だと思いますよ。そんな段階でもうこの飛行機の順番来て、もう次は来てるんですけどね。あの飛行機はもうこのまま着陸しようとしてるんでしょ多分。すごいね。いやしかし素晴らしい空港ですよ、福岡空港。もうね日本にある空港の中で私福岡空港が一番大好き。まあ、周りの人たちはこの騒音でたまったもんじゃないんじゃないかと思いますけど、でも結構みんな福岡空港は福岡の街の誇りだって言ってね、音がうるさいのもまあへでもないとは言わないけど納得してるっていう話を聞きますが、まあ、どうなんでしょうか。納得してない人だって絶対いると思いますけどね。綺麗な夜景だ。飛行機ってね、まあ、かっこいいと思いますけど、それよりこの景色を上から見られるってこれが最大の魅力だと思いますね。電車でもあの車でも、まあ、景色は見えますよね、同じような目線でね。この角度は飛行機しかないですからね。こんだけいなければね、まあ、楽ちんなんですよ。まあ一方であのボーイング777だと、外側が3列で中央に4列でまた向こうに3列、まあ、つまりこの真ん中に、4列プラスされるということになるんですが、そうするとね4列のところだとこれをこうしてですね、まあ、今から私もベルトサインが一旦消えたらやろうかなと思うんですが、まあ、これ全部こうしてでフラットにして横になって寝るということができるんですけど、これはね私の身長では少なくともあの横にゴロッと寝ることは、できない。そうなんですよ、まあ、だからあのちょっと横になるぐらいなんですが、ゴロ寝を紹介しようと思うんです。それは後ですね。下になんか随分明るい街が見える。どこだろうなこれ。結構明るい。これはね半端な街ではないと思うんですよ多分。ただどころかわからんな。広島ってこんなとこあります？だったら川が見えてるはずなんだけど、それらしきものはちょっとこれではわからないな。さてベルトサインが取れましたんで、これもう取っていいんですよね。ベルト着用サインが消えましたなーっていう放送あるじゃないですか。あれが終わったらなんか取ろうかなとか思わず、トイレ行きたいんですよ今すぐ行けば他のお客さん来ないじゃないですか。もう行っていいですよねこれね。大体いつも言うんですよ、皆様ただいまベルト着用サインが消えましたが、気流の関係上急な揺れに備え、ご着席の間は常にシートベルトのご着用をお願いいたします。言わないな。プレミアムクラス、あそこが閉まりました。あのね今回のテーマは上級会員というわけですけど、飛行機の中ではね上級会員だからって言って優遇してもらえることは多分そんなないんじゃないかな。そういうのは私知らないんですけど、なんかあります？ないですよね。あのプレミアムクラスに乗っている人はそこだけで、優遇してもらえますが、
あくまで上級会員っていうのは地上で、よりいいサービスを受けられるってだけなんですよね。で上級会員ってなんかすごい囲い込まれてるような気がする、囲い込まれてるか大事にされてるような気がするんですけど、まあ、実際上級会員をもてなすということについて大して経費はかかってないんじゃないですか。ラウンジとかね設置すればもうしただけで別に上級会員が何人いてもまあこう費用とか変わんないじゃないですかそんな、うん、それでブランドロイヤリティっていう風に私大学でね経営学部なんで教わりましたけど、私は青組とかね赤組とか言って、航空会社への忠誠心というかね自分はこの航空会社というのを、優遇することによって決めさせる、まあ、なかなかいい戦略ですよね。やっぱいっぱい乗ってくれるお客さんっていうのは囲い込まないと年間に全日空50回 JAL50 回乗ってる人が全日空100回になったら全日空としては嬉しいですもんね。もちろん逆の場合も JAL にとっては同様です。機長さんから案内があったんですけど、もうあと、まあ、なんか今 福岡じゃないな、徳島の上にいるらしくてですね、なんつったかな、もうなんかあと3分だか10分で降り始めるからベルト着用サインつけろ、早くトイレ行けるかって言うんです。私今トイレ行っただけなんですけどね、そんなに福岡と東京の間って近いのかと思うんですが、もうやっぱさすがにこういうガラガラ状態じゃないとできませんのでね、まあ、ゴールデンが一番快適ですよ。キャビンアテンダントさんにやってもいいですかって聞くとね、ちゃんともうやって大丈夫ですけどシートベルトはしてくださいってそういう風に言われるんですね。こんなのがこう全日空みたいなね高貴な乗り物の中で行われていて良いのかと思うんですけど、まあ全然なんかダメなんて言われないんですよ全く。足を完全に伸ばすと通路に出てしまうので、ね、それはまずい。だからまあちょっとここで止めておくわけですが、これ通路まで行ってませんので最高に快適というわけでもないんだけど、まあこんな感じですかね。さすがにね飛行機の中ででかい声で喋ると周りの方に迷惑なんでマイクを口元にあってボソボソと喋るんですけど、キャビンアテンダントさんからも変な人だって見つかってますんでね、さっさと寝ることにしますが、これねでもね国内線のプレミアムクラスより快適ですよ間違いない。まあ777の完全に横になれるやつやったら一番いいかなとサインはつけてます。ちょっとめちゃくちゃ揺れ出しましたんでね、ちゃんと起きとこうと思う。ビッグサンダーマウンテンの特典航空券ってのはマイルであるんですかね。そんなん乗らなくても空の高いところでたまに体験できますよ。うお、今日はすごいな。大きく揺れるってさっき言っててね、今まで大きく揺れると予想されておりますって飛行機が言ったことはなかったんですよ。上級会員になってもね、ダイヤモンドになっても飛行機は揺れますからね。今日によく考えたらこうやってればいいだけなんでね、また揺れなくなったんで寝ておこうと思うんですけど、そしたら また揺れ出しと、揺れるときはなんか起きておいた方がいいような気がする。そんじゃあこれで今年の遠出も終わり、右側に見えておりますのは東京湾アクアラインです。そうですよねこれ多分ね、明かりが瞬いてるじゃないですか。これは年末になっても車を運転している、まあ、どういう人なのか分かりません。まあ、普通に帰省なのか、ただ遊びに出かけるのか、もうそういうのもあるでしょうけど、まあ、それとあとは普通に多分仕事で車を運転している、そういう人は絶対に年末年始でも必要ですからね。全日空を操縦する人も地上係員の人もあそこの石油化学コンビナートで働いている人も船の人もみんな年末年始まで本当にありがとうございます。ちなみに私も一応年末年始に一応働いてはいるんですけど、明日12月31日はそんなにひどく激しくは働かない予定です。でもこんなに飛行機空いてるんだったら多分24歳までは当日に予約すると、14,980 円で福岡から東京まで乗れるんですけど、それの方が安かったな。マイル9000マイルなんですよね、繁忙期で。9000マイルよりは1万5000円の方が価値が低いはずなんですよ。もったいないことしたな。ちなみに、まあ、それ言うんだったらね、そもそも修行とかそういうのをする前提だったら、私今年全日空大量に乗ったうちの3分の1ぐらいはマイルで乗ってるんでポイントとかついてないんですよね。それお金払って乗っておけば沖縄3往復じゃなくて2往復で済んだかもしれないなとか、まあ、そういうことも思うんですけれど、まあ結果論ですからね。まずは飛行機のことは勉強あるのみだと思いますし、今年1年間またいろんな航空会社に乗りましたけど、飛行機の
航空会社の方も、もちろん鉄道会社の方も1年間ありがとうございました。来年も年始からよろしくお願いいたします。メンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。来年も皆様にとって良い年になりますよう ANA スタッフ一同心から願っております。どうぞ良いお年をお迎えください。 Ladies and gentlemen, we have landed at Tokyo International Airport. Please remain seated with your seatbelt securely fastened.